中野であります。八尾忠吉物理は完全決着しかありえない。完全連続 KO という未だかつてない屈辱を味わった決勝戦をまさに崖っぷちに立たされている。そこに行っても過言ではありません。天竜の意地を捨てるためのワンマッチ、日本人だけのゴリラのバトルホールはいつにも増してヒートアップしている。さあ花道にかけられている鉄製の階段を放り投げていった。足が果敢に天竜に対して仕掛けている。それをじっとこらえている天竜源一郎。メインイベント60分一本勝負、八津吉明中野真一組対天竜源一郎サムソン冬木組の一戦。中野真一、中野がコールされています。八津吉明、サムソン冬木、天竜源一郎、天竜源一郎のコール。さん、はい、今日のこのメインイベントなんですが湧き上がっています、はい、見どころを触れてください。まあ、あの天竜は先週でやられっぱなしでしたけど、さっき聞かせて今日はがっちりお返ししてやるぞと言ってました。はい、そう、もう本当に意気込みすごいですね。今の橋本投げたあの顔にしろ、花道から全然安から線離してないでしょ。もう本当当初は花道久しぶりにいい天竜の顔を見ましたね。マキさん、はい、ご覧のように流行る気持ちをサムソンが抑えてますよね。そうですね、まあ注目はサムソン冬木ですね。今日控え室さんも非常にあの気合い入ってましたね。あの最近天竜はあのサベージだとかジョージ高野とかコンビを組んでますが、はい、やはりこのサムソン冬木がですね、本来天竜のですね力強いタッグパートナーとしてですね頑張ってほしいですね。お互いのポイントを握るサムソン冬木と中野真一が先陣を切っている。投げ技の応酬から今度はパンチに移行していこうというところ。中野とヒートアップしている。赤コーナーに捕まっているサムソン冬木、リングの中央に戻ってファイティングポーズ、雄たけびを上げているサムソン冬木、この表情。いや、この対決はですね、かつての天竜同盟とジャパン軍団の対決ではあるんですよ。なるほど、このバトルホールが盛り上がる天竜同盟対ジャパンプロの戦い。ああ、お互いになりやすくない口。いやー、2人とも持ってますね。円錐を外していった八津吉明。いや、この絡みをみんな待ってましたね、はい、さあ今日は天竜の動きもいいです。ゆっくりと両者の一挙手一投足を注目していきましょう。力で締め上げ、それをまたさらに力で返していこうという八津。天竜が離さない。リングの中央、まあ、天竜が全シリーズちょっと不調だったのは、その前のシリーズでビルビンでやられて練習ができなかったということに不安が自分持ってたんですよね、はい、今度のシリーズは練習できたから大丈夫だよって言ってましたから、やはり練習っていうものが肉体的じゃなくて精神的にも支えになってるんですよね。まあ、まさにそういう意味では山木さん、はい、本当レスラーにとって怪我というのは背中合わせであるものなんですが、その怪我が大きければ大きいほど体を取り戻す、そのまあ、いわゆる自分の勝ちパターンに持っていくことが非常に難しいかというのが本当に顕著に現れた全シリーズでしたよね。そうですね、やっぱりあの天竜あの、まあ、全シリーズでもやっぱりどうしても苦しそうでしたからね。やっぱりスタミナのなんか消耗もなんか激しいようでしたし、やっぱ見ててちょっと苦しそうだなっていうのがやっぱり見てて分かりましたね。まあ、今のリングサイドでの天竜の表情を見る限りは今日はベスト1対1
雰囲気が今日はいつにも増してヒートアップしている。ものすごい音が来た。前回はこの音がなかったんですよね。中野も負けていない。ありがとう。イラシンドラップ。いやいや、一つで返していく天竜。払っていって、さあどう移行していこうかという相手の顔色を伺いながら、スイッチを早めにスイッチをキープしているイロチン。ドロップのお返し。さあ、はい、次期シリーズでは再びまたハクが来日が予定されています、はい、ということはこのバトルホールでのワンナイトマッチメイク、はい、いわゆる日本人同士の戦いの中で、天竜はヤツを潰しておかなきゃいけない、逆にヤツは天竜を潰しておかなきゃいけない、はいはい。まあ、今日はこの2人にかけては一つ決着戦ですよね。また決着をつけておかないと、はい、次のシリーズに持ち込まれたらどっちもあのなんて言いますか、いいポイントと言いますかね、ありますからね、はい、早いタイミングでパワースラムを出していく八代志明。反動を使ってエルボー、ボールの体勢、カウントは2で返していくサムソン冬樹。力で捉えているサムソン冬樹、アイルドライバーを力で抑えて、力でこらえている、力でこらえている。アクバラを打って返していった。お見事サムソン・ヒルキ。スイッチは鉄球。いやードロップキックが胸元、抑え込むの体勢。いやこの辺が大きくさ、カウント一つ効くか効かないかで天竜は今日返してますよね、はい、それあの雰囲気も中野も乱入しようとしないでしょ、はい、対象同士の対決をずっと見てますよね、はい、やっぱりこういう試合がいいんですよ。乱入の繰り返しでやはり、まあ、タッグマッチはそれも先方の一つですけど、はい、やはりこういうエース同士の対決はじっとこう見てるのがいいですね。ブルドッキングヘッドロックからコーナーに詰めて肘あたりを、天竜のちょうどこめかみあたりに見舞っている八代志明。さあ中野の足が待っているが、これは不確定。天竜が踏ん張ってますからね。上から取って天竜を振っていって、やべえ、ちょっと捉えている中野。中野の胸元が真っ赤、中野の胸元がもう真っ赤。エプロンサイドではなくサムソン・フユキが中野をお下がりください。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 サムソン・フユキが必要以上に中野真一をセーフティーマットがないところを選んでボディースラム。サムソンとあの中野も天竜同盟でジャパン軍団、その後あのアジアタッグを巡っての構想をずっと続けてきた中ですからね、はい、いや長い、そしてまた速いショルダースルー。まあ、牧さんのお話では今日のこのタッグマッチ、ヤスとそしてまた天竜の絡みもさることながら、このサムソンと中野がどうその勝ちパターンに食い込んでいくか。フィッシャーマンスープレックス返していく中野真一。序盤の動きをご覧になって牧さんどうでしょう。そうですね、あのまあ天竜がですね盛んにこう中野を挑発する形でですね思いっきり蹴ったりバックパンチを打ったりしてますね、はい、中野の胸真っ赤になってますね。危ない危ない中野。サムソンからサムソンからいやーという声。天竜源一郎の掛け声一発ボディスラム。今日の天竜は本当に一発一発の技に気合がこもってますね。ぐるっと回転して抑え込みは2つで返していく。この辺のスイッチもなかなか中野がうまいですよね、はいはい、まあ、安野のコンビも長いですからね、はい、ているやつ顔用意しない。今日は顔用意しません。天竜ラリアット。
サンドイッチクラッシュ、ラリアットを見舞っていったサムソン、スープラ飛んでクイック、サンドイッチでラリアットの応酬。昔天竜同盟があの天竜打者の判定やってた時にこれを対応してフィニッシュをしてたんですよね。いや中野がもう背中に乱れ打ちがあります。これあの中野の胸元はもう真っ赤に天竜のチョップで腫れ上がってますから、そのお返しと言わんばかりのですね連打でしたね、はい、ご覧のように真っ赤、天竜のお箱とも言うべき円錐蹴りを見舞って、もう一回スープレックス、フィッシャーマンズスープレックスを外していく。まだまだ天竜を仕留めるには早いタイミング、サムソン振ってパワースラムに取る、最高の体勢2で返していくサムソン冬木。今日は本当に菊さん、はい、この4人がベストの状態で噛み合ってましたね。そうですね、天竜の機会がみんなに影響しているという感じまして、また八千が全シリーズからぐん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 調子上げてるでしょ、はい、天竜の今日のピークとちょうど噛み合ってるんですよね、はい、サムソンにも火がついた、そしてもう八千にも火がついた、キチンシンクの八千コーナーで待ち受けてる天竜に、天竜がそれならそうか受けて立とうというところ、ちょうど水落ちあたりでしょうか、岩切れ見舞っている、フロントからスープレックスを打つ最高の体勢はこれぞ、玉落ちで2で返していったサムソン・ヒューキー、ハンドスープレックスを2で返す、セコンドには歌舞伎の顔も伺えます。10分経過、10分経過、ここで八つから中野、ちょっと今は汗で滑った、サイドから投げを打って片襟中で、これは菊さんどうでしょう、はい、ちょっと平気苦しいですね、でも天竜は全然動く気配見せませんからね、平気自分で脱出しろよということでしょうね。今ちょっとこの映ってますが、はいはい、言葉を読む限りではお前、まあ、要するに我慢していけというようなことを言ってるんでしょうか、はい、自分で切り抜けろということですよね、まあ、天竜と冬木はあの天竜同盟でよく見ましたけど、はい、SWS に入ってから今日初めてなんです。そうですね、はい、さあここでクリーンな戦いから一挙場外へもつれ込んだ、マットを外してゴツという音のボディスラムを打っているサムソン・フユキ、厳しいぞ、北原がそこに動きを見つめている、各選手のサポートセコンドにつく状況の中で4選手の動きを見つめています。あ、今日は天竜エプロンサイド、まあ、自分の要するにコーナーから動きませんね、はい、それだけ冬木に期待しているわけですから、冬木もその期待に応えてほしいですよね、うん、聞いてますけど本当に冬木をフォローするというそういう今日は光景がありません。逆にニールグッドを見舞っていった、さあここで正当なタッチ、手を散らしましたね天竜、やっていねものすごい音がこだまする、今日の天竜元気のサプライズ、これ外していった、外していったラリアット、さあ天下の冒頭パワーボムで抑え込める体勢、まあ、ここで安がフォローに入らなければおそらく決まっていたかのパワーボム、放送席の前であります、放送席の前、どうやら逆にサムソンが鉄柵、もう一回サムソン鉄柵、リング上では天竜と中野、そして
トは2つであります。カウント2つ、カウント2つであります。ここでどういうことなんでしょうか。ものすごい、あーとサムソン雰囲気の額が切れましたね。はいはい、ですね、上がりますね。サムソン雰囲気の額が切れましたね。ちょっと待ってください。ですね、はい、サムソン・フィーキが天竜を、はい、体で構いましたね。かばった状態ですよね。はい、はい、少しの腹がありましたけど、いい状況ですね。ラリアット一発、安吉明場内からブリッドの嵐。さあ天竜、このまま沈没してしまうのだ。フォローに入ったか、どうか、サムソンがフォローに入る。エンツイゲリでしょうか。場外では八つが荒れている、場外では八つが荒れている。天竜がマイクをコール。さん、これは一体どういうことですか。まあ、いわゆるあの八津吉明が、はい、場外で椅子を持ったのをですね、果敢に阻止していた、はい、まあ、彼なんですが、そうですね、はい、